とう。ここで写真撮ろう。中学校楽しみ？まあ。一人息子の隼人が中学受験を経て、私立の中高一貫校に進学しました。俺今日部活で遅くなるから。あ、何時に帰って？もういないし。まあ楽しいってことなのかな。意気揚々と中学に通っていた息子、それが中学1年生の3学期のある日を境に一変します。なんかだるい、学校休みたい。風邪？大丈夫？熱はなさそうだけど。休みたいなんて珍しいな。よっぽどだるいのかも。じゃあ学校に連絡入れておくよ。お母さん仕事行くけど、何かあったら連絡してね。うん、疲れが出たのかなと軽く考えていたのですが、その日をきっかけに息子は学校を休みがちになり、連続で数週間欠席したところで、この子不登校になってる？私は息子とじっくり話すことに。勉強も嫌だし、無理やりクラス委員長もやらされて嫌なんだよ。勉強ついていけないとか？それはないけど、とにかく楽しくないんだよ。授業やクラスが無理なら部活だけでも出てみたら？部活はもっとやだ。もしかしていじめとか？いじめはない。俺の眉が太いってからかわれることはあったけど。ちょ、顧問の先生には言ったの？言ってないけど、周りの子が注意してくれて、言った子は謝ってくれた。それでも学校は無理なんだ。うん、今は無理。それくらいの理由で行かないの？ある日、担任の先生が来てくれました。電話だけじゃなく、隼人くんの顔も見たいと思いまして。お忙しい中すみません。いえいえ。どうですか？明日は来られそうですか？明日は行けると思う。何か気になることや、私が協力できることはありますか？ない。行けます。先生とこんなやりとりをした翌日も。だるいから学校行けない。昨日先生に行くって言ったのに、先生になんて言うのよ。起きられませんって言えばいいじゃん。そんなの理由になるわけないでしょ。頑張れば行けるのに、行かないなんてサボりと同じじゃない。出てって。私は日中仕事をしているので、朝の時間にも限りがある上に、毎朝同じようなやりとりが続くので、朝からとても疲れます。そのうち息子を起こすのを諦めて出勤するようになりました。そんな中、不登校について調べていると、実は期日性調節障害だったため学校に通えなかったという不登校の親御さんの体験談を見つけたのです。起立性調節障害は思春期に発症することが多い自律神経失調症の一つで、立ちくらみや失神、朝起き不良、倦怠感、動悸、頭痛などの症状が見られる。隼人もこれかもしれない。私の中で一筋の光が見えました。起立性調節障害、あなた体はどこも具合悪くないって言ってたし、症状も当てはまる部分がある感じなのよ。だから一度病院に。嫌だ、俺どこも悪くない。病人みたいに言うなよ。隼人は病院へ行くことを断固拒否しました。息子は思春期だからか、ずっと家にいるイライラなのか、不登校前より発言も態度も反抗的で、すぐ怒るようになった気がします。旦那は、毎朝そんな頑張って声かける必要ないよ、そのうち学校行くようになるって。息子の不登校を私ほど真剣に捉えていません。じゃあ学校のカウンセリングは？学校のカウンセリングと病院だったらどっちがいい？カウンセリング。よし、じゃあ明日の予約入れておくね。私はとにかく一歩でも前進したくて必死でした。隼人がカウンセリングをしている最中に担任の先生と話をしたのですが、その中で引っかかる言葉がありました。隼人くんのことは長い目で見るしかなさそうですね。先生が隼人のことを諦めかけてる、そんな気がしたのです。カウンセリングどうだった？まあまあ、もう行かなくていいや。隼人、あなたまだ中学生なのよ。このままずっと引きこもりになったらどうするのよ。世間に出たら我慢しないといけないことがいっぱいあるんだよ。少しくらい嫌なことがあっても学校に行きなさい。せっかく私立中学に合格して高い学費を払ってるんだから、せめて家で勉強しなさいよ。カウンセリングに行ったことでよりました焦りと不安、それらが私の隼人への言葉にだんだんとにじみ出てくるようになってしまいました。言っちゃダメだって分かってるのに、寄り添ってあげたいのに甘えないでって思う自分もいる。どうすればいいの？ねえ、期末だけでも受けてみない？は？やだよ、もう勉強もわからないし。わかるように勉強したらいいじゃない。ほんとうるさ。ちょっと隼人。はぁ、仕事で疲れた後、隼人のいる家に帰るのが辛い。私が隼人に対してそんな風に思うなんて。たまには隼人から離れてみよう。私はカフェで一人の時間を過ごし、思いのほかリフレッシュできました。ただいま、遅くなってごめんね。
今すぐ夕飯を。私の目に入ってきたのは、パジャマのまま、私を無視して、テレビを見てくつろぐ隼人の姿。今日一日何してたのよ。いや、隼人も辛いはず。抑えなきゃ。そうだお母さん、ゲーム時間延長してくれない？友達と約束してるんだ。何、友達って？オンラインで遊ぶの。早くしてよ。学校に行かず勉強もせずゲームってどういう神経なの？ただ家でゴロゴロして甘えているだけでしょ。サボって面倒から逃げているだけじゃない。ハヤト？聞いてる？ハヤト。ただいま。え、暗っ。どうしたの？てかこの穴何？ハヤトがやったのよ。仕事から帰ってきたら朝からずっとパジャマで、勉強もせずにゲームかテレビ、おまけにゲームの時間を延長してなんて言うから、怒ったらこれ。もう限界よ。ハヤトを病院に連れて行こう。何か原因が。ずっと言ってるけど行かないの一点張りなの。俺が言う。病院にも一緒に行く。こうなる前になぜ旦那にきちんと SOS を出さなかったのか、そう思う人もいるでしょう。でも生まれた時からずっと見てきた私の息子、私がどうにかせねばと思いました。きっと救える。ずっと見てきた。そばにいた私なら、息子を救えるのは私しかいない。息子を少しずつ光の方に引き上げているつもりが、気づいたら私の方が這い上がれないほどの深みにはまっていました。息子は旦那に強く言われると、しぶしぶ病院についてきました。明らかに起立性調節障害だとも言えないけど、そうじゃないとも言えないといったところですね。診断名がつくのを期待していた私は、振り出しに戻った気分になりました。別に学校に行くことだけが正解じゃないのは頭では分かっています。学校に行かなくても大人になって幸せに暮らしている人だっているはずです。でも自分の子がそうなる確証なんてどこにもないのです。以前ほどお互いに声を荒げることは減りましたが、状況は好転もせず、ただただ時間だけが過ぎていきます。出口の見えない単調な毎日で、ふと誰かにこのこと話したいな、そう思ったのです。トモエに連絡しよう。トモエは学生時代の親友、高校3年生の母でもあります。1年に 1,2 回会える程度ですが、いつも私の話を親身になって聞いてくれるのです。そうだったんだ、大変だったね。せっかく受験合格したのに落ちこぼれみたいになっちゃって。落ちこぼれか。ハヤトくん、落ちこぼれじゃなくて学校やクラスに馴染めないだけなんじゃない？例えば他の子より学力がうんと高いとか。え？それはない。でも何かしら疎外感はあるかもよ。日本は協調性を重視する学校も多いから、息苦しいとか。息苦しい。海外の方が隼人くんに合ってるかもよ。そんな、お金もかかるし海外なんて。それに隼人の場合、いじめでも病気でもないし、なんか甘えてるなって思うんだよね。わかる、わかるよ。でもさ、大人だって突然仕事に行けなくなる人もいるじゃない？大人は自分の判断で転職や退職もできるけど、子供は環境を自分では変えられないから、学校に行かないことでしか自分を守れないっていうか。子供は与えられている環境が全てだと思いがちじゃない？そこに絶望したらもう終わりみたいな。テレビやネットでいろんな世界を知っていても自分に置き換えるのは難しいしさ。確かに。ハヤトくんがイライラしてるのは反抗期もあるかもしれないけど、実は大人が考えてるよりもっと焦ってるかもしれないよ。混乱もしてるかも。何かしら学校以外の世界を見せてあげたら？じゃあまた今度ね。学校以外の世界か。私は友恵の話を旦那に伝えました。なるほどな、一理あるよな。留学なんかは金銭的に厳しいけど、学校以外で何か経験させられるものはないか調べてみようか。旦那と一緒に探してみると、思った以上に不登校者向けの活動団体やアクティビティがあって驚きました。そうして見つけたのが、夏休みなどの長期休暇中に英会話学校などがやっている短期スクールとボランティア活動。小学生に算数などを教えるボランティアもありました。ハヤトの得意分野を活かせるかも。短期スクールとボランティア？そう、行ってみない？楽しそうだよ。わかった。そして当日。
どちらも参加していた人は世代も様々、息子を不登校という色眼鏡で見ずに接してくれたようでした。勉強を教えるボランティアは年下の子に頼られるのが嬉しいようで、あなた見て、ハヤトが。久々に息子の顔に笑顔が生まれ、それだけで心底ほっとしました。そして息子は中学2年生になりました。今日は行こうかな。息子は毎日ではありませんが学校に通う日も出てきました。我が子が不登校になったら学校かカウンセラー、病院に相談しなければと強く思っていましたが、プロじゃなくても第三者に相談するのは大切だと改めて思いました。学校に通うのだけが全てじゃないけど、嫌なことを含めて学校で学べることもあるかもしれない。そんな風に思ってくれてたらいいなと今は思います。息子の不登校について私は原因を追求するのに躍起になりすぎていたように思います。大人の世界同様、誰が悪いでも何が悪いでもなく、答えのないこともあるのかもしれません。答えがないことを許容する親としての度量も、もしかしたら今のこの経験から学べるのかもしれないと思ったのでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。